マリンガの野球隊員の健太郎くんが働いてます。こんにちは。特典版やってます。地元開催ということで、はい、どうですか。そうですね、やっぱりあんまりないんでマリンガ最近、はい、みんなが集まってくるの楽しいですね。はい、わかりました。球場カンパは何面あるんですか。カンパ全部で5面ですね。5面。はい、公式用が2面、はい、公式用が3面。はい、素晴らしい、恵まれた環境で。本日はこちらマリンガの野球隊員、はい、細木健太郎さんにマリンガの案内をしてもらいます。はい、エリバイアプレゼンターソブリーマリンガベースボールジマリンガアクリスイン、お願いします。今日はお願いします。え、これは何ですか。早慶戦。そうですね、2008年、はい、ブラジル移民100周年の時に、はい、早稲田と慶応がこのマリンガの球場で、はい、早慶戦をここで、あ、マリンガで早慶戦があったんですね。日本の周りはブラジルで早慶戦をしたって言って、その時はもうこの観客席満杯、はい、になったみたいで、へえ、なんで2008なんで、斎藤佑樹とか、はいはいはい、の時の、まさに、はい、で今年があれですね、2018年でまた移民110周年なんで、はい、今年も早稲田大学さんが来られるということで、早稲田大学さんが来られて、このマリンガのアデュートの年代の人たちと試合をする、はい、あ、早稲田対マリンガの大人のチームっていうことで。そうですね、わかります。楽しみですね、それも楽しみです。多分僕も参加、お、マジっすか。打てる対早稲田早稲田の最高っすね。練習しないといけないですね、今は。はい、ありがとうございます。はい、ということで、こちらのこのグラウンドがメイン球場ですか。そうですね、ここメイン球場で、決勝戦とかは全部、はい、ここでやってます。で、早慶戦もここで、はい、かつてやったところですね。本当に芝生とかも綺麗に手入れされてますね。そうですね、赤土なんで、このグラウンドが、はい、すごく汚れます。白い洗濯が大変だと。洗濯大変ですね。風も結構強い日があるんで。あ、わかりました。はい、じゃあこちらは、はい、また第2球場、こちらに、第1球場があって、すぐ横にまた第2面があると。はい、第2面がここが公式用ですね。あ、ここ公式もできると。はい、はい、奥に見えるのが、こちらが3クワトロなんですけど、はい、第4球場。あっちの奥が第4。はい、はい、基本的に軟式なんですけど、大会の時はちょっとベッドの後ろに立って、はい、公式も使えるようになってる。で、少年野球だとあっちの奥にもちっちゃいグラウンドがあるから使えると。はい、あそこは基本的にソフトボールが練習します。あ、ソフトボールなんですね。はい、で、こちらにもありますと。はい、ここが僕らがこのデブリプレイ版中救済実際が、はい、メインで練習してる場所です。あ、じゃあケントロ君は毎日ここのグラウンドで練習をしてると。はい、そうですね、ソフトボールとも兼用で。あー、じゃあ基本毎日練習してもこんだけグラウンドがあるから、はい、カテゴリー被っても全然大丈夫だと。大丈夫ですね。カテゴリーごとに違うグラウンド使って練習ができるっていう、はい、恵まれてますね。恵まれてますね。この、はい、健太郎くんにちょっとこの施設の概要ですね、マリンガの、はい、野球場だけではないと、まあ、そうですね、はい、ちょっと教えてもらいました。はい、お願いします。ちょっとこうアセマって言って、はい、マリンガパラナ州マリンガ市の、日系人協会、はい、大雑把にそんな感じなんですけど、創立が1947年、70年前ぐらいからある結構歴史のある協会で、はい、なんで結構日本人らしさがすごい残ってる教会なんですけど、はいはい、でこの教会自体に野球だけじゃなくて、ここに見えるようにサッカー場とか、サッカー場、はい、はい、こちらですね、こちらですね、サッカー場、はい、で奥にちょっと見えないですけどテニス、はい、テニスで、もっと奥に見えないところで卓球とか、はい、あとは民謡、はい、太鼓、はい、よさこい、はい、とかそういう日本人らしい、部門ですね。部門が大体30部門ぐらい、はいはいはい、ここで日系人が中心となった、まあ、クラブっていうか集まり。そうですね、基本的に日系人、あ、教会で、はい、はいはい、なんでその民謡とか70歳80歳の方が、はい、中心でやってたりっていう感じですね。じゃあまさに日系人の方の中心の施設なんですね、ここは。そうです、本当に日系人、一応野球とかは非日系も取り入れてるんですけど、はい、もう本当に基本的には日系人の方。あ、じゃあ野球以外の方がもうもっと非日、もう日系人だけっていう感じなんですね。日系って感じですね、本当によさこいとかは多分非日系の方ほとんど見たことないですね。へえ、そうなんですね。はい、でちなみにこちらのサッカー場なんですけど、どういった方がプレーされるんですか。サッカー場なんですけど、はい、まあ、マリンガのサッカーが好きなおじさん、はい、お兄さん、はい、で、まあ、たまにですね、はい、あの、かの有名な、はい、
日本代表、元日本代表、はい、サントス・アレサンドロさんも、サントス・アレサンドロさん、はい、ここで、ここか、もう一個奥の球場とかで、はい、ちょっとこう顔のテロップ出しておきます、ピュッ、はい、この方、これ、はい、この方がよくここで、はい、試合されてます。サントス・アレサンドロさんって、はい、パラナ州マリンガ住みなんですか、ここの。そうです、パラナ州マリンガ市ですね。に住んでます、今。知らなかったです。で、ちなみに、ケントロ君は、サントスさんの家にも行かれたことがあると、はい、家にも、はい、お邪魔させていただいてます。サントスさんの家ってどんな家だったんですか。まあ、あんまり個人情報なんで細かく言ってた。あ、そうです。で、どうでした、はい、あの、泊まった時は。泊まった時、そうですね、僕一時期、ちょっとブラジルのタコを食べて、タコ、はい、はい、お腹壊しちゃったことがあって、はい、ちょうどそのサントスさんに行く人マッチングしちゃったんですよ。はい。で、もうサントスさんち泊まらせていただいたときに、はい、失礼ながら一晩中下痢をしながら元日本代表サントスさんの家で下痢しまくったと。そうですね。わかりました、ありがとうございます。